それでは宇都宮比江島選手の会見を始めさせていただきます。最初に試合の振り返り、まあ、あの出だしのところで自分たちの中でニア持ってこられたんですけど、まあ、やっぱり相手は昨日以上のエナジーできたし、結構苦しい時間帯が続きましたけど、でも本当にあの我慢して我慢して、まあ、相手も、まあ、プレータイムの長い選手もいたし、まあ、いろいろ後半というか第4クォーターが本当に勝負だなというのは思ってたので、まあ、しっかりそこでチームとしてあの勝ち切れたので、本当に、まあ、価値のある、はい、勝利だったんじゃないかなと思います。決勝進出決めての心境というところなんですけど、あのインタビュー、先ほどのインタビューの中で、それとは違う気持ちで臨めるという話があったと思うんですけど、その辺はどんな気持ちで臨んだというところと、そしたらどんな気持ちで臨めそうだというところを教えてください。まあ去年はもうなんか、まあ、勝手にですけど、まあ、全体1位っていうのもありましたし、まあ、勝って当たり前じゃないですけど、まあ、そのプレッシャーっていうのをなんか感じてしまっていて、なんか思うようなプレーができなかったんで、まあ、今年はもうあの怖いものなしといいますか、まあまあ、失うものはまあそんなないと思ってるし、ワールドカップからここまで来られてるんで、まあ、そこの違いかなと思ってます。第4クォーターの勝負の場面で比江島選手のフリースローでこう勝ち切ったような印象を受けたんですが、あのフリースローはどんな気持ちで打った後と決めた後のこう心境、メンタルを教えてください。まあ、本当勝負かかった大事なフリースローでしたけど、まあ、どう周りを見渡せば宇都宮ブレックスのファンが見守ってくれていたし、そうですね、そこでまああの安心してじゃないですけど、そこまで力まずにというか、まずなんか、まあ、落ちる気が正直あの時はしなかったし、まあ、決めた後も、まあ、まだまだ次があったし、まあ、最後のフリースローも、まあ、決めましたけど、まあ、時間は少しだけ残ってたので、まあ、正直あの時、まあ、僕点数勘違いしてて3点差と思ってたんでちょっと焦ってたんですけど、でもまあまあ、はい、決めきれてよかったと。去年のファイナル、やっぱ比江島選手、すごくこう悔しそうな会見で、表情だったり、コメントだったりあったと思うんですけど、その辺でやっぱ、ヘッドコーチだったりとか、渡辺選手のそこのところの気持ちというか、成長、大きいような気持ちというのかなというところに来たんですけど、比江島選手の中では、去年のファイナルをこう、このチャンピオンシップでこう払拭するというか、消化したいみたいな気持ちっていうのは、今のところあるのか、それファイナルと、改めて決まってそういう気持ちっていうのが出てきたのか、そのあたりってどうですか。今はまだそんな実感は正直ないんで、今日の勝利に浸ろうかなっては今日は思ってるんですけど、まあ、でも去年 の、 あの経験があったからこそこの1年間頑張ってこれたというか、まあ、オリンピックも含めていい状態で来れたし、メンタル面であったりいろんなところも成長も感じられて、まあ、あの教訓を得てここまで来れたんで、まあ、あとはもう気負いすぎずというか、もういかにリラックスしてファイナルの舞台を楽しめるかが、まあ、鍵になると思うんで、はい、もう本当に精一杯楽しみたいなとは思ってます。いただきます。